キャバレー・ボルテールは1973年にイギリスのシェフィールドで結成されたインダストリアル・ミュージック・グループ。後にエレクトロニック・ダンス・ミュージックに転じた。1973年、リチャード・ H. カーク、クリス・ワトソン、スティーブン・マリンダーの3人によって結成された。グループの名前はハン・ゲージズ運動の発祥の地であるスイスのキャバレーの名前にちなんでいる。 1981年、クリス・ワトソンが脱退。1996年には、スティーブン・マリンダーが脱退し、現在は、リチャード・イ・チカークのみが、正式メンバーとなっている。初期は、ブライオン・アイシンが発明し、ウィリアム・エス・バローズが知らしめた、カットアップメソッドに基づく実験音楽、インダストリアル・ミュージックを展開していた。1980年代中盤に差し掛かると、 他のインダストリアルミュージックグループの多くと同様に、エレクトリックダンスミュージックへと路線変更。当初は古来のファンから反発を受けたものの、現在では初期の音楽性と並ぶ形で評価を受けている。1994年にアルバムザ・カンバセーションを発表した後活動を停止していたが、2014年にカークの個人グループとして活動再開。 2020年に26年ぶりとなるアルバムシャドウオブフィアを発表した。ありがとうございます。